スポーツ危機管理学が専門の日本体育大学南部沙織教授です。部活動中の事故を防ぐために、指導者には注意してほしいことがあると言います。昔と比べて、あの子供が外で体を動かしてこう。あの遊んだりとか。あとスポーツの機会なんかもかなり失われてきているということもあったりして。 で、まあ、あの、慣れてない動きを急にすることによって、まあ、あちこち怪我をする。部活動の指導をする人っていうのは、自分たちが、まあ、選手だったり、あの、子供の頃に受けてきた指導をそのまま、あの、してしまうというパターンが結構多いんですけれども、やはり自分たちが子供の頃と、今の子供たちの、まあ、えっ、ー、と、身体能力であったりだとか、えっ、ー、と、まあ、そういったことってかなり変わってきているということをきちんと意識する必要があると思います。 ままた指導者の努力が必要だと訴えます、えっとまあ、自分がその協議に携わる以上は、えっとまあ、全国でどういった事故が起きているだとか、えっと、同じような環境でこういった事故が起きやすいだとかいうことの情報収集を自ら行い、でそれで、えっと、自分の、えー、指導する環境に合わせて対策を取るという、そういったことが、えー、望まれる。ただ 教員の負担を減らすため、部活動の指導者は外部委託が進んでおり、個人の努力に委ねるのは限界があるとい,います。外部指導者であれば、ボランティアベースで、仕事の傍わらやるという方が非常に多いと思いますので、そういった方に、まあ、その競技特性だとか、えーと、子どもたちの安全配慮などについて、まあえー、と自主学習で、あの ちゃんと習得しなさいっていうのは、かなり無理があるし、国でであると思うんですよね自治体等がそういったことをきちんと学べるような機会を作って、で必ず受けるというふうなまあ仕組みを作った方がえう、ー、が、安全の意識というものは高まるさらに海外では。欧米等では、ですね、えー、とそういったスポーツ指導に関しては、もうかなりあのきちんとしたインセンティブをお支払いしてるんですよね。 日本の場合はやはりボランティアベースになってくるので、えー、その先生にお願いしている手前あまりこう,、えー、とうるさいことは言えないとかきちんとした報酬を支払って職業として成り立つとかいうことになってくるとすれば自分があの重大事故等を起こしてしまったりだとかコンプライアンス違反があったりとかするとその仕事を失ってしまうかもしれないというふうに考えると、まあ、おのずとあの気をつけるようになると思いますし。 だからやはりある程度のインセンティブということは必要であると思います。